大井競馬、11レース、レディス・プレリュード、1800です。能力偏差値ですが、B ランク1等、C ランク4等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。8枠9番、アーテルアストレアです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層に黄色線を上回っています。 能力的には上位混戦の一等で連帯資格は十分です距離適性を見ていきます距離は紫色の丸です今回は1800メートルとなります指数がピークとなっているところを見ていくと一層前はピンク色の着順が一着で紫の丸が1800 3層前はピンク色の着順が三着で紫の丸が2100 1800は守備範囲です 展開面を見ていきます先行力分析シートに切り替えて一角侵入予想図によりレース展開予想を解説します右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬が2頭います先行タイプが4頭いますこの一角侵入予想図の状況からはミドルペースが予測できます客室による有利不利は少なそうです指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます一角通過順位は オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は9番手からの競馬です。3走前は8番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は51で6位です。上がり指数は65でトップです。高い上がり指数で、鋭い差し足が見られそうです。展開面は、プラス評価をしていいです。 レース間隔を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は12週間の昇級仕上けとなります。昇級仕上けはプラスに働くと思われます。レース間隔はプラス評価していいです。上適性を見ていきます。指数の上の漢字が開催場を表します。ここが数字だと当地多いでの出走です。地方での指数は中央と変わりありません。次の馬を解説していきます。 暫定丸を打っています5枠5番テリオスベルです能力偏差値は2位で偏差値ランクは c ランクとなります金5層では2層前4層前に黄色線を上回っています能力的には上位混戦の一等で連体資格は十分です指数の青線の傾向を見ていきます指数の山と谷が交互に来る傾向があります交互タイプなら今回は指数を上げる順番です 距離適正を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2そ前は紫の丸が20002月は紫の丸が2100昨年の11月は紫の丸が18001800は守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2す2前は6番手からの競馬です 昨年のの月は花を切っての競馬です先行も差しも良い自在タイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は57で5位です。上がり指数は43で7位です。先行力、上がり指数とも平凡で、自在に立ち回れないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。 三枠三番スピーディキックです。能力偏差値は三位で偏差値ランクは C ランクとなります。金五層では二層前に黄色線を上回っています。能力的には二番手グループの一角で連対資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと二層前は紫の丸が1600、五層前は紫の丸が2100。 1800は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は7番手からの競馬です。5層前は3番手からの競馬です。先行も差しも良い自在タイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は48で7位です。上がり指数は50で5位です。先行力、上がり指数とも平凡で、自在に立ち回れないリスクも若干あります。 展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線、馬体重の黒線と指数の青線が反比例しています。明日も馬体が絞られていれば、プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。2枠2番、グランブリッジです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。 金5層では4層前。走前5。走前に黄色線を上回っています。能力的には2番手グループの一角で連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、4。走前は紫の丸が1800、1800は敵距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、4。走前は4番手からの競馬です。 後位からの競馬が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は57で4位です上がり指数は50で6位です平凡な先行力で後位につけられないリスクも若干あります展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないですレース間隔を見ていきます今回は13週間の昇休仕明けとなります昇休仕明けはプラスに働くと思われます レース感覚はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定×を打っています。1枠1番、ライオットガールです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前は、 紫の丸が1800、1800は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は2番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は64で3位です。上がり指数は57で2位です。まずまずの先行力で、後位につけられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。 上適性を見ていきます過去1年地方での出走がありません地方適性は不明です上適性はマイナス評価した方がいいです過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定20丸を打った9番の対戦成績は5番に対し0勝一敗2番に対し0勝一敗と負け越しています9番の対戦成績にはリスクがあります暫定丸を打った5番の対戦成績は 有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません暫定黒三角を打った3番の対戦成績は2番に対し1勝0敗と勝ち越しています3番の対戦成績は高評価できます暫定白三角を打った2番の対戦成績は9番に対し1勝0敗5番に対し3勝1敗と勝ち越しています2番の対戦成績は高評価できます 暫定×を打った1番の対戦成績は、有力馬との直接対戦がありません。評価対象外です。以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命20丸を打ったのは、9番、アーテルアストレアです。能力偏差値は、トップの B ランクです。対戦成績にリスクはありますが、展開とレース間隔を高評価しました。対抗丸を打ったのは、5番。 テリオスベルです。能力偏差値は2位の C ランクです。調子を高評価しました。黒三角を打ったのは3番スピーディキックです。能力偏差値は3位の C ランクです。対戦成績を高評価しました。白三角を打ったのは2番グランブリッジです。能力偏差値は4位の C ランクです。距離とレース感覚と対戦成績を高評価しました。 バツを打ったのは1番ライオットガールです能力偏差値は5位の C ランクです上適性にリスクはありますが距離と展開とレース感覚を高評価しました以上指数グラフメソッドによる能力適性予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながりますぜひ 指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。